もう一回舞台を分けたの。え？で、義経自身は精鋭の70騎を引き連れて山中に入っていったのよ。俺たち、いつかやる！ピロスケ副社長！さあ、今日はですね、源平合戦でも伝説的な戦いの一つ、こちら一の谷の戦いを紹介したいと思います。はいはい、義経がね、あの崖から崩れ落ちたやつでしょ。崩れ落ちたってね、ガラガラガラじゃねえんだよ。まあね、そうそう、逆落としたね、一の谷の戦いだけれども、じゃあ戦術的にはどういった戦いだったのか、ほうほう、あ、ちょっと気になるでしょ、うん、紹介したいと思います。うん、舞台となるのは12世紀末期。当時日本っていうのは源氏と平氏という二大勢力に分かれて争う戦争の真っ只中だった。はい、まあ、これが世に言う自称寿永の乱、通称源平合戦だった。うん、で、この戦争で主役になるのが源頼朝であったり、義経だったり義仲だった。まあメインどころですよね。そうそうそう。まあこれまでのあらすじをちょっと紹介するとですね、前々回、木曽義仲が栗原峠の戦いで平家軍を殲滅して、都に進撃したよね。うん、で、都から平家を追い出して凄まじい勢いを見せたんだけれども、そこから義仲っていうのは頼朝と対立しちゃう。で、最終的には前回宇治川の戦いに負けて義仲を滅ぶことになってしまったと。かわいそうな。うん、ってな感じでね、まあ頼朝っていうのは同族の義仲を滅ぼして、その勢力を吸収したわけなんだけれども、これは同時にですね、それまでポツポツあった現地勢力を一つにまとめ上げたことも意味する。まあ一つの形と、今までね、現地っていろんな現地がいたので、もうそいつらが一人一人平家討伐みたいなことやってたんだけど、ここで頼朝のもとにみんなまとまったみたいな。ほうほう。で、京にも上洛して、まあ、結構な勢いがあったわけですよ、頼朝って。じゃあだいぶ勢力を持ってると。まあ広げてると。で、ここで、その朝廷っていうのはこの頼朝に対して平家討伐の宣旨を下すの。お前平家滅ぼせっていう、まあ、任務を与えたみたいな、そんな感じなのよ。ついに来ましたか。うん、で、そんな平家討伐の戦地が今下ったということで、頼朝はここでその任務を二人の弟に任せることになる。それが平家討伐軍総大将源範頼と義経だった。うん、始まろうとしてるわけですよ、平家との戦争がまたね。ああ、じゃあ一方、それを迎え撃つ平家軍はこの時どういう状況だったのか。あの、平家っていうのは義仲に敗れて一旦は九州まで逃げたんだけれども、この時は盛り返して福原っていうところまで進出してた。ああ。で、福原っていうのはもともと平家が都を置いてた場所なの。そこに平家軍は持てる大部分の戦力を置いてた、この時ね。あ、なるほどね。まあメインどころだわけだ。そう、もともとのね。で、都奪還を虎視眈々と狙って動きを活発にしてたの。うん、まあ都に返り咲こうとしてたわけよ。おう、もう一回俺たちが行くぜみたいな。で、そんな平家軍を鎌倉軍はやっぱ撃滅したい。うん、ということで、1184年の1月下旬、範頼と義経は軍勢を率いて京から出陣することになる。うん、この時、この鎌倉軍は総勢7万6千って言われるほどの、まあ、大軍だった。持ってる？持ってます。もちろん持ってます。まあ昔ですから。あの、補給と行軍上から考えて3万弱ぐらいが妥当なんじゃねえかっていう話らしい。あ、うん、まあとにかくこの時鎌倉軍は軍勢をね、まあ、2つに分けるの。で、二方面からこの福原を目指した。範頼が率いる主力2万5000はそのまま西へ進軍して、まあ、前進すると。うん、で、残りの戦力を率いる義経は北方の山地をぐるっと回って、平家軍の背後を目指した。なるほど。挟み撃ちよと。そうだね。つまり鎌倉軍の作戦っていうのは別動隊の迂回による平家軍背後への奇襲。うん、で、そこからの強撃なの。なるほど。まあ、狙いとしてわかるわな、これは。まあ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 、動き見ればわかるわな。ただ、はっきり言うとこの段階ではどう考えてもこれがうまくいくわけがなかった。あ、そうなの。で、それはこの戦場の地形と平家軍の布陣を見ればわかる。おうおう。まずこの時の平家軍の総兵力は3万以上。それがこの福原周辺に展開されてた。うん、うん。あの、ここら辺は北に険しい山地、南には海が広がってて、その間に平地がちょっとだけ、広がってると。うん。で、この平地には出入り口っていうのが東西にあるんだけれども、そこは狭い隘路になってた。ああ、なるほどね。東は生田、西は一の谷っていうところが狭い空間に、まあ、隘路になってたと。なんか防御硬そうな。そう、だから防御に有利な地形だよね。もちろん平家軍はまずその東西の隘路に部隊を配置するでしょう。うん、あの、蓋をするみたいな感じで、プラスして北側の山地からのルートにも戦力を置いて、この時は全ての出入り口を封鎖してた。はいはいはい。うんうん。硬いよ。あの、どころかね、ただ部隊を置いてたわけじゃない。それぞれのポイントに柵であったり、坂もぎ、盾、堀なんかで強力な防御陣地を作ってた。もうガッチガチなんだ。そう。要は、平家軍は全てのルート上に砦を立ててたみたいな。うん、あ、そんな感じ。もう全部城みたいな感じなんだね。まあ、当時で言ったら城と言ってもいい。これはね。
で、そうすることによって、この天然の要害だったこの場所をより強化して、この福原一帯をもう巨大な防御陣地にしてたわけ。おー、やるやん。どころか、平家軍の対策はそれだけじゃない。一部の強力な戦力を北へ派遣して、ここにある三草っていうところを防御させた。ちょっと外れたところなんだけど。わ、うん、かるよ。じゃあ、ここがポイントなんだけれども、この平家軍の迎撃体制って何を意味してたのか。はいはい。あのね、明らかに鎌倉軍の迂回作戦を読んでんのよ、これ。ああ、でも分かってないとこんなのやんないよね。だってこれって、福原を全周防御してる上に、この北の三草に派遣したこの部隊あるでしょ。うん。これは鎌倉軍の迂回部隊を迎撃するためのものなの。あ、そうか。だから側面とか背後から、まあ、至るところが来ても全然大丈夫だし、三草に部隊を置いて、迂回をめちゃくちゃ警戒してる。うん。もう完全にもう分かってるような展開なの。もう確信犯やな、これ。確信犯なの。じゃあなんで、鎌倉軍の迂回作戦がここまで読まれてたかというと、これ別に話は簡単なの、うん、実は当時の武士ってまだ戦術が未発達で、作戦も戦い方も単純だったの。で、軍事作戦って言ったら迂回だったの。あー、なるほどね。お、作戦お、迂回っしょみたいな迂回一択みたいな感じだったわけ。要はパンチストレートしかないってことだよ。あ、そう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 だって、これまで紹介した戦い思い出してみ、全部迂回が出てきたでしょ、うん、もう大人気なのよ。あ、迂回に取り憑かれてんだ。そう、そんな感じだな。うん。そんなベッタベタな迂回作戦がわからないわけないじゃんか。だから、守りもこうだと。そう。しかも、平家軍って栗から峠で、その迂回によって負けたでしょ、うん、だからなおさら警戒してた。そんなベッタベタなやつにやられたから。で、そうなってくると逆によ。範頼と義経からしたら、敵に作戦がバレバレなこんな状況で、この平家軍を倒さなきゃいけなかった。それきついよな。いや、ハードモードよ。ガード固い上に、だって動き分かっちゃってる。分かっちゃってるから。ただ、歴史的な結果を言えば、まあ、平家軍ってここで撃滅されるわけじゃんか。おう。じゃあなんで、そうなったかというと、やっぱですね、この義経っていうぶっ飛んだ人物の存在がなければ、これは達成することができなかった。はいはいはい。じゃあ、果たしてここからどうなるのか。今日の本番行きたいと思います。あ、いよ。さあ、いよいよ本番です。まずこの時はですね、範頼率いる鎌倉軍主力は順調に平家軍正面に向かって前進を続けてた、うん、続けてたんだけど、やっぱり問題は義経率いる別動隊だった、うん、山頂進む義経は4日の夜に、ここにある小野原っていうところに到達することになるんだけれども、こっから邪魔になったのがやっぱり、この三草にいる平家の迂回対抗部隊だったわけ。うん、やっぱ邪魔だと。邪魔。もちろんこの部隊を撃破しないと先に進めないし、たとえね、撃破できたとしても多くの戦力を失うわけにもいかなかった。まあそれ当然だもんな。そう、こっからが本番なんだもん。だって、うん、迂回作戦のね。だってそれ扉でしかないから、まだ。そう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 、そんな感じ。しかも義経の制約っていうのは他にもある。うん。実は鎌倉軍主力と示し合わせた総攻撃の予定日っていうのは7日の夜明けだったの、うん、今は4日の夜、要は2日と半日もないわけ。あとじゃあ、うん、その間に倒さないといけないんだ。そうそう、もう時間がない。もう確かに。だからどうにかして目の前の敵を素早く、しかもごくわずかな損害で、ぶっ飛ばさなきゃいけなかった。これはむずいね。ということで義経はそこで、この小野原で八重しないで即座の夜襲を仕掛けることにした。おー、ハーフタイム取らず。そうそうそう、まあ、この攻撃はまだわかる。基本的に関東の坂東武者って平家軍より乗馬技術が高いのよ、うんうん、でその乗馬技術を生かすと至近距離から敵に射撃するのが上手くなるのよ、うん、この時の坂東武者って遠距離から射撃するより的に近づいての近距離射撃の方が得意だったの。言ったら白衛戦めちゃくちゃ強かったわけ、まあ、この時代弓強いやつめっちゃ多いから、ね、あ、そうそうそう、その中でも坂東武者は強かったと。おう、だから戦闘するのはまあ OK なんだけれども、問題は夜の闇だった。まあ、環境がいい方がいいよね。そうそうそう、敵に、近づくまでは暗い方がいいんだけれども、いざ戦うってなったらやっぱ闇困るのよ。まあそうね、遠距離からいっぱい矢を放つ弾幕射撃はいいよ。でも武士の近距離射撃って、敵をスナイプするっていう感じだから、戦う時は明るい方がいいわけ。まあ視界がやっぱね、いい方がいいから。そうそうそう、敵の的が見えないと当たんないかもしれない。てなわけで義経は敵が陣取る周辺の村々を焼くことにしたの。おう、なるほどね。そう、要はそれを照明側にして夜襲を仕掛けたのよ。ぶっ飛んでますな。まあもちろん民からしたらまあたまったもんじゃないよ、うん、でもないけど、敵からしたらそんな予測もしてなかったからもう大混乱になったわけ。おかげで義経っていうのはここの敵をほぼノーダメージで瞬殺することに成功した。瞬殺したんだ。瞬殺瞬殺、うん、となればよ、
義経は作戦を続行できるようになったわけじゃん。そうね、邪魔者がいなくなったから先に進むことができる。うん、まあ約束の日も間に合うし。間に合うかもしれない。ただここで彼は不可解な決断を下す。軍を分割しちゃう。うん、一つはそのまま平家軍の背後に向かせると残りの戦力を義経自ら率いて南下させた。うん、まあ山側から平家軍をアプローチする動きをした。おう、つまりこれって当初の計画を変えたっていうことなの。まあ、そうだね。ちょっとそう分割する予定はなかったと思うから。自分の考えでやってるよね。これね、そうなの。義経の判断のここはアドリブ。この理由としてはおそらくよ。さっき敵は瞬殺したけれども、やっぱもう時間がなかった。うん、このままだと総攻撃の日時に間に合わないと判断したの。間に合わないと思ったんだ、それでも。そうそう。軍って、でかければでかいほど、行軍速度って落ちんの。確かに。うん、で、特にここを山間部だから、なおさら落ちんのよ。でも、軍を分けたら、その分、やっぱ、その数が少なくなるわけだから、スピードもその分上がんの。まあ、軽くなると。だから、義経は速さ重視で、時間を守ることを優先したの。うん。プラスで、義経は、多分、迂回ルート上である、この三草に敵部隊がいたわけだから、うん、平家軍が迂回を読んでるっていうのが分かったんだと思う。で、強力な体制で待ち構えてるだろうって判断した。うん。だから義経はここで少々その作戦にアレンジを加えた。うん、まあ変化をね、もたらしたと。まあアドリブしたっていうこと。どころかね、義経の突拍子な行動はそれだけじゃなかった。ここからまた軍を分けたのよ。え、3つにしたの？そう、3つにしたの。薄々やん。この福原近辺に近づいた時に、密かにね、少数の戦力で義経は谷沿いを西へ向かっていったの。ん？これは不可解な動きだよ。不可解ってか何してんのって話だよ。だって一つに戦力を集中して攻撃した方がやっぱ威力発揮すんのよ。軍を分散すればするほどそれだけ攻撃力が落ちちゃう。格好撃破もされる可能性もより高くなるし。うん、ただそれでも軍を分けた、ここで。うん、一方そんな義経の不可解な迂回軌道を知らないこの範頼はですね、ここで7日の早朝になったから予定通り、生田で攻撃を開始した。同時に北側からも攻撃を開始する。こっちはさっき義経が率いていた部隊、まあ、分散したよね。あ、そうで、迂回部隊の主力っていうのは、まあ、少々遅れてしまったんだけども、ここら辺で、こっちも西から攻めかかった。ほうほう。つまり、この時、鎌倉軍っていうのは、三方から平家軍を攻める形になった。だ形としてはね、なんか理想っぽく聞こえるけどね。そう、理想っぽく聞こえるけど、これはもう平家軍もう待ち構えてた状態だから、うん、もう全然 OK ですよっていう感じなの。ほうほう。で、朝から日が高くなるにつれて、もう戦もどんどんと激しくなってくる。で、兵もバタバタ倒れていくぐらいのもう激戦になったわけ。まあ、もともとね、相手は防御硬いし。そう、防御硬いから。で、まあ、損害が増えていくわけじゃんか。うん。ただ、それでもね、鎌倉軍は攻撃を緩めなかった。うん。もうどんどん攻めた。はいはいはい。この範頼軍の役目って、一応最大戦力を持ってる主力だけれども、本命の攻撃じゃない。あくまでこの迂回作戦の本命って義経の一撃なの。ああ。その成否に全てがかかってると。で、そのために、範頼はできるだけ長くこの多くの敵兵力を正面に釘付けにしなきゃいけなかった。まあ、頑張んなきゃいけないと、拘束しなきゃいけなかった。うん、だってその緩い攻撃だったら敵が義経の隊に、行っちゃうかもしれないじゃん、援軍として、まあ、そうだね。そう、対処する可能性がある。だからこんなに激しく攻めたわけ。まあ、動かさないようにね。そう、援軍に行かせないために義経の方にね。おう、じゃ その本命である義経ですよ、うん、この時どういう状況だったのか。彼はここでまた不思議な動きをしてた。もうこいつ不可思議やな、毎回。もう一回舞台を分けたの。え？で、義経自身は精鋭の70騎を引き連れて山中に入っていったの。うん、本当道もあるかどうかわからない山の中に消えていったの。闇に消えていったんだ。闇に消えた。うん、でもまあなんか意図があるわけでしょ。義経はこのままじゃ強力な平家陣地を突破するのは困難だと判断した。いずれ今の攻撃も限界点を迎えて失敗するっていうのも分かった。だからその前にこっちの作戦を読んでて平家軍の予想を上回る一撃をしなきゃいけなかった。もちろんこれにはリスクあるよ。だって70機だもん。まあ、少ないよね。まあ道がない山中を進むしかなかったから、まあ、少数じゃなきゃいけなかったっていうのもあるんだけれども、それでもね、うん、そうデコピン一発よ。もうそれぐらいのレベルよ。だから攻撃する場所とタイミングを間違えば一瞬で殲滅される恐れがもうバンバンあるわけ。まあ、そうね。あと道に迷ってもおしまいだね。あ、山中でね。時間との勝負でもあんだよ。鎌倉軍の攻撃が続いてる間にどうにかしなきゃいけないから、そこら辺も考えなきゃいけない。一応この時はまだまだ戦闘は続いてるよ。っていうか
ここの範頼軍めちゃくちゃ前線してた、この時は近隣の住民まで動員してそれを、まあ、公平としてその坂向けを抜かせたりとか本当防御陣地の障害を排除して平家軍の陣地内に突入するぐらい激しく攻めた、やるだけやったんだ、いろいろ。そうで大暴れしたね。でそれは主力じゃないこれ北と西の部隊も同じだったの。この西の鎌倉軍の部隊あるでしょ、ここはですねもう勝手な抜け駆けをしたり無謀な突撃をする武士がもうわんさか出たのよ。そっちやる気満々じゃんかよ。そういうことそういうこと、まあ、一見ね無秩序な感じに見えるかもしれないけれどもこの時はそれをやることによって武士たちめっちゃテンション上がった。やっぱ武士はこうじゃなきゃよみたいな。まあ要は戦闘機のやつなんでしょ。そうそうそう暴走族みたいな。そしたらそう周りの武士たちもブン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 みたいな感じで突撃してったわけ。いや特攻隊しかいねえんだ。そうそう士気が爆発してもう凄まじい攻撃を繰り返しまくってた。でそうなるとよ平家軍って戦況を有利にするために控えてた戦力を前線に投入し始める。はいはい、もう早く終わらそうと。そういわゆる予備戦力だね。まあ、鎌倉軍が息切りするまで守りきっていい感じのところで逆襲すればいいんだからそれは普通予備も投入するわな、でその影響もあってなのか鎌倉軍押され始める、範頼軍なんかは陣地から跳ね飛ばされて逆に攻められてた。範頼やばし。そう、それくらい苦戦になってた。それは全体的に見てもそうだったと思う。だってどの方面の敵の防御陣地突破できなかったんだ、それだけ硬いわけだ。そうそう、それくらい硬い。で多分この時ねこの平家軍ってもう新しく現れる敵の部隊はないだろうって判断したと思う。要は鎌倉軍の手札は全部今戦闘に出揃ってるって判断した。まあそうだよね。さすがにこの状況でもう新手はないと思うよ。だから平家軍ここが勝負やっていうことで全部の予備を投入したんじゃねえかって予測されてる、まあここから反転逆襲しようと。で、ここの一の谷の砦を守ってた戦力も前線に投入したんじゃねえかと。本当全部の力を使ってって感じだね。そういうことそういうこと。つまり、両軍とも全部の力を出し切ってもうがっつり組み合ってる状況になるのよ。補欠の選手がいないって感じでしょ。そう、もう替えの投手がいなくなってる状況。義経が待ってたのは今まさにこの瞬間だった。ここだと判断した彼は山の崖を一気に駆け下りるとですね空白になってた平家軍の内側に入り込んだ。おー来た。あの有名なやつだよね。そう、これが世に言う日踊り越えの逆落としだったわけ。でもそれ可能なんかな本当にね。まあこれはね不可能とは言わないけどやっぱ怪しい、できないだろうっていう人も結構多い。まああのイメージにあるような断崖絶壁ではないよ、もうちょっと緩やかな斜面だったと思う。それはね、じゃあ下れるぐらい、厳しいけどいけるぐらいだと。もしかしたら別のやり方をしてたかもしれないし、別のやり方っていうか別の人がやったんじゃねえかっていう話もある、ただ一つ言えるのは平家軍の意表をつくポイントを奇襲したのはまあ確かなんじゃないかと、平家軍の内側に何かしらの戦力が入り込んだのは入り込んだ、それはこの義経の逆落としって言われるもので、義経は一ノ谷の野戦陣地であるこの砦に火をかけるとですねそれがもう風に煽られて燃え広がったわけよ。やるやん。もちろんこの予想もしてなかった事態に平家軍は驚愕しちゃう。でその混乱が収拾しないままここの平家軍背後から疲れちゃう。もうボコボコだ。えっってなるよ、でこうなったらもう他の平家軍もパニックが広がった。だって、まさかこのタイミングで背後の一ノ谷が落ちると思わないから。まあそうね。でそれによって平家軍のバランスっていうのは一気に崩れた。要は組み合ってるところに横から出てきて足払いしたみたいな感じ。ケタ繰りしたわけね。そうそうそう、おいっつって。これねナポレオンの言葉を借りれば一滴の雫って、まあ、前も紹介したかもしれないけれども、あの戦いってほんの些細なことが勝利につながる瞬間があるの、ナポレオンはそれをコップに一滴の雫を垂らせば水が溢れ出す瞬間に似てるって例えてる。それがこの義経の70騎によるこの奇襲だったと。まあ戦況的に考えると一滴だもんな。そうだね、一滴。この一滴が非常に効果的だった。しかもこの時、この戦場には平家が推してる安徳天皇がいた。あの子供のね。ああはい、あの子か。あの子って俺知り合いみたいにしてる清盛の孫ので、ここでその安徳天皇を逃がすことを優先したの平家軍は。それと同時に平家軍の上層部も逃げちゃったのよ。え、そうなったらもう絶望でしょ。だって司令部がいなくなっちゃったんだから。そうだよね、ただのさ雑多の集まりみたいな。あ、そうだね、そうなっちゃうよね。だからここから挽回するなんてもうほぼ不可能なの。どころかこの時には範頼が反撃してた。で総攻撃をかましてたの。そしたら他の防御ラインも一気に崩壊してこの平家軍の大敗走が始まったの。でとなるとよ、この敗走の場面ではこの平家軍にとってはこの戦場って逆にネックになるの。確かにここって四方を障害に囲まれてるから、防御はしやすいんだけれども
裏を返せば逃げにくいっていうことなんだ。そうだよね。でこの時は逃げ場を失って多くの将兵が撃たれていた。こうして一ノ谷の戦いはこの義経の活躍によって鎌倉軍の勝利で終結することになりました。この戦いの後平家の主力を殲滅した鎌倉軍はですね京に凱旋することになる。で一旦そこで京に駐留することになるんだけれども、一応この時って武士たちは略奪とか狼藉はしなかった。お義仲軍とは違ってね。謙虚ですな。やっぱねここら辺は頼朝がちゃんと武士の組織作りをしてたおかげなのよ。うん、まあ風紀みたいなね。それだけ統制の取れた軍だったわけ。うん、まあそんな感じで、都で軍を休ませた義経と範頼だったんだけれども、戦いはねやっぱまだ終わってない。まあ、だいぶ戦局としては後手に回ったけれども、平家軍はまだ別に滅んではないし、水軍もまだ残ってた。まあ、平家は水軍が強いですからね。だから平家軍はどうにか挽回しようとここの屋島っていうところで体制を整えるのにもう全力を注ぐわけ。うん、一方義経と範頼からしたら、まあ、その平家軍の立て直す糸間っていうのを与えたくない。まあ、確かに息をつかせるわけにはいかなかった。もう勢いがあるうちに行ったろと。そうということで、お次はこの屋島で戦いが起こることになるわけなんだけれども、それはまた次回の話ということで。はいはい。ということでこれが一ノ谷の戦いでございました。あ、この戦いはですねまだ全然いろいろ説があるので、まあ、よかったらいろいろ調べてみてはいかがでしょうか。あくまで一説だと。まあ一説みたいな感じでね、まとめたやつです。うん、うん、まあ、てな感じで、面白かったらチャンネル登録高評価、あとですね、コメントスーパーサンクス機能、あと通知、まあ、通知を押すとなんか俺らの新しい動画上げたらこうピュピュンって報告が来る、そう通知ボタンがあるんで、そちらの登録もよろしくお願いします。てなわけで副社長でした。バイバイ。